皆さんこんにちは、カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。本日はですね、大宮にあります大宮体育館、大宮武道館か、大宮武道館で指導官が主催する、日本と、ね、オーストラリアの交流戦が今日行われるということで、大久保館長の方からお誘いがあってちょっとね今日やってきました。どんな選手がいるのかね、ちょっと楽しみにしてます。それでは行ってみよう。そのまま進みました、伊勢まで来てもらってこないな。それか、でかくなったな。いや、なってたよ。お前夏中だ。いや、いやでかくなった、でかくなった。夏バテしうまいも食ってない。うまいも食ってない。夏中洋服でそう見えるだけ。いやいや、そうじゃない、そうじゃない。夏中なあ、帰りたくしたな、よかったな。いや、ちょっとブロック割らないといけない。スピード、スピード、スピード。大久保、ピーターやりました。ピーター、あいつ侍だよ、でっかい道場、オーストラリア。オーストラリアから来たんですか。そうそうそう、この半分ぐらいのでっかい道場。ピーター、ああ、そうそうそう、よろしく。これね、でかくなってんの。いや、なってないです、なってないです。うまみばっくってんだよ。今、旅しやりやってんだよ、旅しやり。アウトライン、スピード、スピード、ブロック、ブロック、ブレーキ、スリーマンス、ノードツー、ノットウェイ。高橋さんと前田さん呼んできて。今、ノーブロック、大久保道場でトレーニング、トレーニング、20枚割ってるの、20枚、20枚、だからあの女の子は21枚か、1枚かってるの、あの女の子は直接チャンピオンなの。でね、歌うまいしね、今日国歌斉唱、歌、君が代やったの。高橋さん知ってるの？ああ、すみません、はい、高橋さん、小山先生の、はい、帯もあったの。あ、三号さん一番古いんだよ。三号の鷹、登場。ありがとうございます。ありがとうございました。登場して、プロレスしてんだよ。大きいからスピードつけちゃう。これコツ教えちゃって。3ヶ月しないと、これ約束してんだよ。坊主です。3ヶ月でブロックを割らないと、割らないと、そうそう、言ってるわけ。本物にしなきゃいけないから。ちょうど大久保2代目のところでよかったよ。手拳ね、まだ甘いけど、このぐらいになったらすごいよな。これはちょっと、これ目指したらいい。小山先生は昔ハンマーかと。ハンマー、館長剣山でやるんですよね。体立った人が、立った人が、そうそう、初めてやって20枚でも初めてで20枚。それはすごいですよ。プロレス何年もやってたから。プロレスラーじゃすごいんだよ。いやいや、全然全然。そうそう、試しありや、あともうちょい頑張る。でも初めて20枚すごい。いや、20枚な。20枚だ、世界チャンピオン。手を極めたら今度足、僕がいつも素手でバットやってるから、手を割ったら足、手を割ったら足、段階踏まないとです。大体4本、4本ですか。いや、4本は売れるから。いずれくスピード自体に行く。伊勢鍋は結果来ちゃう。結果水入ってるやつですよね。そう、結果来ちゃう。そうそう、危ない危ない。結果来ちゃう。若かったら後ろつるってやれって。いや、暴れる牛とはちょっと危ない。前田がね、大山先生に言われたんだよ、後ろつるやってごらんって。はい、あ、前田明さん。そうそうそう。今日オーストラリアから何人ぐらい来てるんですか。結構来てるよ。何人、水谷もオーストラリア10人ぐらいいるかな。水谷もオーストラリア何年かいたんですか。あ、そう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 、これはあの来てもらって、はい、伊勢まで、はい、伊勢神宮とか回ってたの、はい、芦原秀則君、車で、はい、車で2000キロ走りましたね。三峰さ、はい、今度土曜日さ、はい、あの大山先生の検証室作ったの、はい、裏にあの大山先生の奥さん、はい、大山千秋、はい、で松浦ちょうどいい大学さん、松浦亮介、はい、あと俺の名前と松井翔子、はい、あれ取ってたらいい。あ、はい、この時は双葉、今バラバラになってる、はい、あれ見といたらいい。三峯神社、三峯神社、うん、あれ取ってたらいい、はい、せっかくだから、はい、みんな双葉。日帰りゲームやるの。そう、日帰りゲーム、それ来ればいい。お前も練習しろよ。あ、いつですか。8月土曜日、後で連絡して、はい、わかりました。
動員もすごいの、はい、で力抜く練習、はい、俺北尾に押してたんです、はい、力抜く練習、北尾もスピードついたタオル打つ、タオル持っててパッパッパッパ力抜く、力を入れるのができるから、はい、脱力練習、脱力抜くのタコみたいな、ニャニャニャ猫パンチ、はい、手首手首パッ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 、スピードつくから、はい、くる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 力入ってる、はい、ブレーキみたいな、それ覚えたらすげえよ、それ覚えたらやばいって、それ覚えたら試合で優勝するよ、俺それ出したかったんだよ。いやもう試合は大丈夫だよ、大丈夫だよ、40歳以上になったよ、そう、そうね、そうね、そうそうそう、それでいいよ、それでいいよ、で怪我させないようにな。千葉真一が極真への道って映画撮った、はいはい、その映画の撮影なの、ブラジル回ってね、はい、で千葉真一の相手はニューヨークの金村君の弟子、黒人、それは作り試合に、野口君は真剣勝負した、はい、で綺麗なハイキックで倒してる、大山修理さんが審判、野口君ってやら俺の弟子って研修行ったの、 SP ハワイでやってんだ、千葉真一さんの試合以外は全部真剣勝負、千葉真一さんそうじゃない、映画千葉真一さんだけは違う、そうそう、極真への道って映画を作ったの、それでブラジル回ってハワイでやった、はい、そのがあの日米の試合、あの子も知らなかった、イギリスの子なんだ、ああ中村達夫先生、うん、はい、あの子はもっと髪の毛引っ張ったの、ああ本当に息が剥げちゃって昔の面影ないんだよ、あいつは技うまかった、俺も入って、俺もな極真ジム大山先生に言われて山崎さんに、ね、それ組んでたマッサージやってる、あれ、あ、やってます、はい、マッサージ、はい、イギリスのね、ジャンジャック・バーネーって支部でいるんですよ、はい、イギリスの、はい、ジャンジャック、ジャンジャック、イギリスのなんかマッサージ、うん、あれ、空手やってるの、昔良かったね、確かに、技はよくうまかった、だから、結構ほら、いい加減なこと言ってるから小島みたいに増えてしまったよ、また小島なんか やり始めたな、新しいジャンルやってますね、なあ、なんだあれ、変な、あれね、最初松井翔慶と仲良かったんだよ、はい、一撃、はい、一撃を松井翔慶から使っちゃったんだよ、で松井のお金が上げてたから小島に何人か面倒見せた、社員の面倒見せた、そう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 、で社員の給料松井から、そう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 、それで、うん、投資失敗しちゃって引いちゃった、それからやつ落ち目なんだよ、その頃の一撃なんだよ、変なとこ蹴った変なことやってるんだよ、知らないやつ行っちゃうんだよ、困る、ちゃんと裏飛んだよ、はい、そうしないと、はい、一生懸命やってたも宮本君までいい加減のことやってるって思われちゃうんだよ、そうそうです、うん、俺それ嫌なんだよ、ちゃんとしたことやりなさいよ、勉強しなさいよって言ってさ、空手もちゃんとしたことやんないとな、ダメなんだよ、紙車に挑戦するから30枚はないと思うから、それ肩を覚えろ、肩を覚えろ、侍、侍、ハートです、よし、よし、よし、交流してるの、いい子だよ、これ、うん、流派関係なしに空手の好きな人は世界中の人みんな受け入れてるの、小さい考えだとダメだから、あ、そうですね、それが一番いいよ、はい、いいとこわらじ抜いたよ
大久保二代目大久保二代目いいとこわらじるったよ。いやこいつ本物だよ。ちゃんと見てんだよ。どこにわらじるかいいとこ押し替えだって抜いたよ。わらじ一色いっぱい育ててやって武士道な顔が侍だからちょんばぎゅってさ日本出しでさないいとこわらじるんだよ。いらな、いいとこ笑ってるみたいな。ダムの手、その時間はあるってんだってお前。そこまでちょっとなるなるなる。力抜く、入れて入れない。で、こんにゃくふーって柔らかくする。折れないか心配だってこと言うんです。大丈夫大丈夫。折れない。大丈夫大丈夫。今の続き。いや、続きが。力ないとダメだよな。ダムの手なんだよな。二代目ガバルって俺はすごい二代目ガバルすごすぎますよ。何年も何年もかけて何十年じゃないですかこれ。そうそう生涯生涯中学から生涯の修行空手の道にする。そう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 多分こいつね指導官十段になると思うよ。なんかそんな気がする段なる今九段だ段誰も十段いないから三船十段目指せよお前。三船十段勢力全容自打教え三船十段な周りのことを考える自分だけじゃダメだよ共に栄える勢力がいい方ですか。散々悪いことしたから俺たち俺たち散々悪いことしたからね懺悔したから懺悔懺悔懺悔それからねあの恩返ししないそうだな そ, うそれ一番いいよ、うん、な恩返しな続けたらオリンピック行けるぞ。オリンピック行けるけどこれほとんどうまいな、おめでとう。はい今日どうだった。楽しかった楽しかった。兄弟かな兄弟すごいね。じゃあ兄弟で1位2位すごいね。今後の目標は次の大会でも優勝できるように頑張りたいです。頑張るよしじゃ頑張りましょう。押す押すはい、ありがとう。おめでとうございます。ちょっと、ちょっとね、歓喜の余ってこう、涙の、ね、おめでとうございました。その、今までのいろんなあの努力というかね、それが一気に出たと思うんですけど、でもね、この涙はすごく美しい。なぜかというと、すごくあのこの大会のためにすごく稽古してきて、頑張ってきた。ね、それをこの大会ですごく報われたんですね。これからもね、頑張ってください。上野道場の上野ちゃんです。よろしくお願いします。去年の暮れにちょっと道場でお世話になったんですけども、はい、2回目の登場です。今日なんか上野さん登場から結構出てるんです。そうですね、はい、14名出てますけど、はいはい、優勝した子はやっぱ2名ぐらいで、はい、でも初めて勝ったっていう子もいるので、はい、とってもあの嬉しいですね。はい、こういうなんか、いろんな大会で見るのは楽しいですよね、子供の姿を。いや本当に変わっていくのが楽しいですね。僕らは変わらないですけど、あの子供たちがすごく変わります、ね。上野さんはね、すごい指導がすごくあの上手で、子供の指導とかがもうみんな子供が生き生きしてる、うん。だから子供がこうやって頑張ってる姿が、上野さんの人柄もあってのことだと思います。ありがとうございます。また今度行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おっす。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ね、上野道場のね、凛ちゃん、ね、ね、今日どうだった？楽しかった。ね、次は勝てよ、頑張ろうね。優勝するよね。そのね、涙がね、素晴らしい涙。ね、頑張ってれば絶対勝てるからね。頑張ろう。ね、押す。はい、おめでとう。今日はシカゴから来てくれたの？はい。シカゴから来たの？何年ぐらいやってるの？4年ぐらい。そっか。じゃあどう日本で空手やるのは。楽しい。今後の目標は次の大会で優勝したい。優勝したい。よっしゃ頑張ってやりましょう。じゃあ押すしよう。せーの押す。お疲れ様でした。ありがとうございます。ナイスファイトでした。ありがとうございます。すごい頑張ってました。どのくらいなんですか初めて。まだ1年半です。あ1年半ですか、はい、あのもし差し支えなければいいんですけども年齢とか聞いてもいいですか。58です。
58歳から50、じゃあ57歳くらいから始めた、はい、始めました。はい、すごいですね。先生がよく指導してくれて、先生が ここまで来れました。あ、そうです。じゃあ今後の目標を教えてください。今後の目標は、昇級審査をもう一回受けたいので、はい、頑張りたいです。頑張ってください。おっす、はい、ありがとうございました。おっす、はい。お疲れ様でした。この間司会切ってるね、はいはい、950人とか、あ、もう一回出るの、はい、41歳です。勝つまでやってください。おっす、ありがとうございます。凱旋館乗って、応援行ってやる。自分なんかで見ても。最後、一言で。あ、そっか。はい、はい、そして今日はちょっと国際交流試合ということで、やったのか、総評の方をお願いします。少年大会で40回になって、はい、でオーストラリアのピーターと知り合って、はい、それからオーストラリアの交流が始まって、はい、で日豪交流試合、はい、お互いに勝ち負けも大事ですけど、はい、交流すること、はい、で日本からモンストラリアに、はい、行ったり来たり、はい、それは空手が一番大事だ、はい、いろんな国もあっていろんな人を知り合って、はい、いろんなものを食べる、そういうための空手の勝ち負けじゃないから。今現在ですね、僕は大久保館長のところで、いいとこ笑いじゃないか、試し割りの方をちょっとチャレンジしようと思いまして、ちょっといろいろ稽古をつけてもらってるんですけども、正直これ、どうしたらいいでしょう。宮本君が力を抜いて脱力でスピードつけたら、はい、間違いなく25枚は行く、間違いない、うん、初めてで20枚って言ったら少ないから、力抜いてね、はい、力入っちゃいますよ、入っちゃっちゃう、昔、武道道場の、はい、下を押してさ、もうすごい力ある、はい、で力抜いてパーッと動く、すごい力ある。宮本君が力抜いて、はい、軽く動いたら、はい、国際大会出て優勝する。いやいやいや、力抜いて動いたの11月です。そうそう、やったらいいよ。いやいや、絶対ないから。でも武道は試し合いだけじゃないから、はい、型を覚えたり、はい、武道精神を覚えて、はい、侍の面構えだから、はい、そこまで行ったら武道館のプロになって、ちゃんと上げたから、もうすぐ館長の方にいろいろちょっと教えていただいたら、そうそう、稽古する、うん、期待してる。ピーター、ピーター。メッセージ、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 メッセージ。 How was today? メッセージ。 How was it today? The trip and the tournament is very good, excellent. Japan is always excellent. Why did you tournament in Japan? Why? Because karate belongs to Japan.It's a founding country. 空手の日本は空手の国だから日本にしたら、水谷さんもオーストラリア、オーストラリアです。9年間ずっとフレンド、20 years 20 years 20 30 yeah. 僕もこれから館長のところでいろいろ稽古してもらって頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。おーし、よし。